公用運転免許試験上の普通免許用方向、転換方向変換とは四輪自動車教習及び免許試験に使用される教路の一種。また、これを使用して行う技能教習、技能試験項目。T 字型のコースである。行き止まりの部分は周囲に縁石が敷かれ、ポールが食べられており、車庫のようになっている。四輪車の卒業検定や技能試験で、 必ず検査される課題の一つで、教習、試験項目としては、コースを利用して反対方向へ出ていくことが目的となる。通常は、行き止まり部分を少し行き過ぎて停止し、右バックもしくは左バックで行き止まり部分に侵入して停止し、それまで進行してきた方向と逆の方向に出るという形になる。バックで行き止まり部分に侵入し停止するまでの操作は、 一般的な運転操作における車庫入れと類似するが車庫に入れるのではなく方向を変えることが目的であるため車がコースに対して斜めになってもよく必ずしも奥まで入れたりする必要もないただし牽引自動車ではトレーラーとトラクタがまっすぐであることが条件であるバックで進入した際に右または左に寄りすぎて出られない場合は幅寄せをする 走行中の脱輪や接触に注意する必要がある。ハンドルを切っても曲がりきれず、脱輪、接触しそうになった場合は、切り返しをする。脱輪、接触した場合も直ちに停止し、切り返しをする。脱輪、接触した際に停止して、切り返しをすれば減点のみであるが、そのまま進んだ場合は危険行為等とされ、検定中止となる。また、切り返しをする際、 同じ場所で1回切り返しただけでは減点されないが2回以上してしまうとその都度減点される。同じ場所で4回切り返した場合は危険行為等とされ検定中止となる。ここでは右バックによる方向変換について述べる。うちは左バックの場合、方向変換コースに進入したらなるべく右端に車体を寄せる。 車庫内を直接目視で確認し、前へ進む。この時、車庫に入れやすいように車の向きを斜めにしても良い。車両右後輪をコースの隅切りに近づけるように、ハンドルを右いっぱいに切り、交代していく。その際、左側の前輪が脱輪しないよう注意。方向が変換できると思ったところでハンドルを戻し、侵入した方向に出ていく。 運転免許技能試験にかかる採点基準の運用の標準について、警察庁交通局運転免許課長、2016年10月3日、ピアニッシモ5から7。ありがとうございます。